はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ガールフレンド音符やっていきたいと思います。今回は、次のイベントですね、ダンスバトルショーの、告知が来ているので、ちょっとそちらを見つつ、あとですね、リクエストの曲をいただいているので、まあ、そちらをやっていこうかなと思います。で、次のダンスバトルショーですね、まあ、いつものダンスバトルショーではあるんですけれども、若干、補正が入ってます。まあ、今回からの変更点ということで、まあ、対戦相手の決定方法を変更しましたと、あと2戦目以降も敗北時にボーナスが加算されるようになりましたということで、まあ、自分もね、激ムズで回してた時はもう基本的に1回戦勝ったらもう終わりっていうような、感じでやってたんですけれども、まあ、どういう風にボーナス点が加算されるかはまだわからないんですけれども、まあ、2戦目以降もね、負けてそれなりに点数がもらえるようだったら、まあ、次のステージにどんどん進んでいこうかなと思います。で、ちなみにね、ダンスバトルショーは走ります。で、まあ、ダンスバトルショーは累計ポイントで SR 確定ガチャチケットが、あるはずなので、毎回あるんで、でこの SR 確定ガチャチケットを手に入れるためには、まあ、確かね、それなりに走らないといかないような点数だったと思うので、まあ、今回のね、ダンスバトルショーについては2000位以内を目指して、やっていこうかなと。ただ、まあ、ダンスバトルショーで、上位狙うためにはね、自分の手持ちだと要は回数を重ねて、点数稼いでいかないといけないっていうところがちょっと辛いところではありますけれども、まあ、ちなみにこれ見る感じ、はるかちゃんが出るあれですかね、そうするとまた、まあ、激戦になりそうな予感はしますけれども、ちょっと曲の方をやっていきましょう。今回、進化系ガールですね、ニューロンの進化系ガールやってくださいっていうのをちょっといただいてるので、こちらの、激ムズでやっていこうと思います。黄色はどういう状態だったかな。まあ、はるかちゃんでいきますか、センターガールは。で、うみちゃんが2段階目になってるので、好感度を上げるためにうみちゃんを入れてますね。で、他は、イエローで固めてますと。アピール、進化系ガールだったら、まあ、別に得点は今回こだわらないんですけれども、一応スコアアップを2つ入れておきますか。じゃあやっていきましょう。レディーゴー。
まあこんなもんですね。まああんまりね、コンボはつなげられないです。ちょいちょいミスるんでこの曲は。でスコアはだいたい S で、でコンボはだいたいね B とか C とかっていうとこで止まってますね。ミラーが今回 B 行ったんで、多分一番うまくいったかな。ポンってそうっすね。っていう感じでしか出せないですこれは。300フレンドポイント、てかフレンドポイントめちゃくちゃ使ってないから余ってるんですよね。まあ餌が足りなくなった時に大量に引いていくような感じには、してます。とあと最近実装されてきたのが、またニューロンのシナプスですね。弾けてシナプス、シナモンロールだっけ。シナモンロールと、これはね、超むずいんで、まあ、今の状況でやるとどうなのかな、死ぬ可能性はあるんですけれども、まあ機会があったらまたやっていきたいと思います。今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画が面白いと思った方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。また動画の説明欄に Twitter のリンクも貼っておきますので、フォローしていただければ幸いです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。